おじいちゃんホイホイデッキ爆誕リュウです。さあ本日なんですが、ガジェットデッキですね。やっていきましょう。おじいちゃん、まあいわゆるその子さんというか遊戯を昔からやってる人が結構好きなテーマの中にガジェットっていうテーマがあると思うんですよね。このイエロー、グリーン、レッドっていうのが、昔から大小ガチャとか皆さんご存知ですかね。なんか血の代償っていう、まあ今禁止カードですけど、あれ使ってなんか召喚権を増やしてなんかガジェットめっちゃ展開していくみたいなデッキ昔からあったと思うんですけども、今回はガジェットをまあ令和版にね、令和リンクス版に組み直しまして、作ってきました。結構強いです。結構強い。ゴールドガジェットとシルバーガジェットっていうね、このモンスターが追加されたんですよ。セレクションボックスにて、あの月の書入ってるんですね。で、ゴールドガジェットとシルバーガジェットが何するかっていうと、基本的にはまあほとんど同じ効果なんだけども、一旦一度、このカードが召喚特殊召喚に成功すると、手札から、機械族レベル4モンスター1体を特殊召喚できますよと。で、このガジェットモンスターらしっていうのは特殊召喚に成功しても、その、要は色違いを持ってこれるんですよね、これ。だから、ゴールドガジェットからイエローを出して、で、イエローでグリーン持ってくるとかできるんですよ。で、これアドバンテージ結構稼いでいくっていう、ことができるんですね。まあまあ、エアーマンみたいなもんですわ、全員が。はい。ガジェット限定の。で、ゴールドガジェット、シルバーガジェットは、これね、もちろん手札から、モンスター展開できるっていう点でも強いんだけど、こっち戦闘効果で、破壊されると、デッキからゴールドガジェット以外のレベル4のガジェットモンスター1体を、特殊召喚できるよっていう。効果持ってるんですよ。これ自分の効果でも別にいいんで、まあ、例えばこれ多分 AO のこととかで破壊しても多分効果発動すると思うんだけど、セットしといても戦闘で破壊されるとなんかこういうの出してくれて、でまたサーチ入ってとかできるんで結構強いんですよね。だから1枚引きしても強いし、まあ、複数引くと強いという、まあ、そういう、モンスターになっておりますと。でこれで何をしていくかっていうと、やっぱガジェットだけではね勝てないですね。さすがに、ランク4弱いから、まだ。まあ、ちょっと強くなってきましたけど、ランク4はまあそんなに強くないんで、まだ。なので、基本的には、トラップカード。こういう、因果切断とか、サンダーブレイクとか、天罰とか、まあ、カナディアとか、こういうね、強めの、まあ、トラップカードを入れて、で、このトラップカードタッチと、このアドバンテージを稼いだ、手札コストを使って、戦っていくっていうデッキに、なっておりますと。いうことですね。で、アタッカーとして、ギアフレームと、マシンナーズフォートレスを入れていると。これ要は こいつだとガジェットで展開すると手札結構増えるんですよ。なんでギアギガントクロス出して、ギアギガントクロスで、マシンナーズギアフレームをサーチしてきて、でこいつを召喚してこれ持ってくるっていう、まあそんなギミックにねなってますということですね。もうとにかくね打点が足りないんですよ。打点が足りないっていうこともあって、あと相手のトラップがきついっていうのもあって、清掃ガン積みしてるって感じですね。でね、バランスにすると結構初手安定するんですわ。モンスター2枚と罠2枚とか、モンスター2枚と罠1枚魔法1枚とか、モンスター1枚と魔法1枚罠2枚とかなるんで結構安定します。バランスやってみたけど結構強かったんで、デュエルキングくらいだったらなれるかなというデッキになってますね。はい。このなんかこのスキルね、そろそろ危ないと思うわ。聖騎士とかでも悪さしてるし、30枚のデッキを強引に安定させれるっていうこのスキルぶっ壊れてると思うんで、そろそろ規制入ると思います。デュエルスタンバイ。ド級よりかはサンブレとかインガの方が基本的には相性はいいと思いますけど、手札に加えるんでね、ガジェットデッキが。あ、これ高校だとね、ちょっとねアドバンテージ追いつかないことあるんだよね。あと立てらんないから、これシルバーガジェットかゴールドガジェット来てくれるとありがたい。正眼どうでした？もう正眼は当たり前に強い。当たり前体操。遊戯のデッキ基本先行デッキなんだね。まあそうかもね。スタンブレか。グリーンガジェット召喚になんかありますか？はい。なんかありますか？コズミックサイクロンなさそうですね。光ってなかったから。コズミックサイクロンはなさそう。でとりあえずこれでちょっと弱いですけど、これはガンセしていいか。ガンセする必要性ないか、あんまり。エネコン伏せる必要ないかもしれないな。モンスターちょっと抱えたいんですよね。これでいきましょう。ちょっと、ね、手札コストが管理が結構難しいんですよ。これだから要は場合によってはもうエネコンも捨てるっていう覚悟ですね、これは。この感じの、このハンドだと。ちょっと手札の使い方は難しい。両方とも手が切れたと思うんで。はい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 。セットセット。
あー、なるほど。今伏せたやつは割っといた方がいいかな。今伏せたやつは割っといていいか。今伏せだけは使われる心配ないんで、レッドガジェットこれどっちでもいいか別に。こうしてこれだけ破壊していきましょう。あ、バグシグナル、そういうデッキね。なるほど、オッケーオッケーオッケー、そういうデッキね。でシルバーガジェット召喚効果、さあイエローガジェット特殊召喚、そこらしい落としやな。まあまあまあいいでしょう。エクシーズモンスター来てからで、あの出てきてからでいいような気がするけど、そこの落とし穴するんだったら。で効果エネコンはだから使えるとってことは、守備表示モンスターなんで、あれですね、デジタルバグのなんか昆虫っすね、何らかのチェーンないんで、多分あれじゃないですかね、トラップで蘇生するやつじゃないですかね。俺アドデッキ死ぬほど回してるんで結構知ってるんですよね。そしたらマスクかどっちか、この伏せカードはあの蘇生2体蘇生するトラップかマスクチェンジかどっちかと読んでます今俺。バトル、はい、あ違いますね、攻撃感の系か、分断、あ分断はしょうがないか、okay、まあ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 それはしょうがない、いいでしょう。出てきたモンスターをインが切断したればいいということですな。はいはいはい、いいよ。コズミックサイクロンでインが切断打つで、これで蘇生もできないと。さあ絶対にエクシーズさせない、絶対に絶対にエクシーズさせない、あのデッキには。よし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 で効果使って、こうしてで、イエロー持ってこれるからこいつか。でマシンナッツギアクレーム召喚、これまたこれまたあれか、分断か、分断ガンズミ系デッキか、分断は食らうわ、もうアドバンス召喚するか次。そうだね、アドバンス召喚できるからこれこのまま行こう、このまま行きましょう。分断を踏みます、分断ではない甘いですね。対戦ありがとうございましたデジタルバグを完全に知り尽くした男によるプレイング。さあお相手の方、アンズちゃん、アンズちゃんか、珍しいな、アンズちゃん珍しい。さあグリーンガジェット効果、セットでエンドかな。これちょっと、ね、手札コストがね若干その難しいですよね。カナディアも捨てたいんですけども、レッドガジェット捨てちゃうとちょっとね次のね展開が遅くなってしまう可能性があるので、周りは無理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 、全然無理、全然無理、全然無理、もう脳死。あ今カナディア沸かしてよかったかもしれない、カナディア沸かしてよかったね。まあいいや、コズミックサイクロンも打っていく。だからこれちょっと全部使わされたからちょ言うて結構辛いんだけど、エネコンか、なるほど。レッドガジェット召喚効果使う、これ妨害さえ用意しといた方がいいと思うんだよねこれ。俺これセットラ、これさそのまんま殴りなんじゃね。いやこれカナディア沸かしといた方がよかったか、まあ、ちょっとミスったくせ、これこうしてさ、いやこれカナディア沸かしとくべきだったよ完全に、ミスったわごめん。でターン終了、これでエネコンあるから一応あれなんですよね、相手の初動止めれるんで。さあモルドレットかなんかマーリンかなんか、あーオッケーオッケーオッケー、それはいい、オッケーいいです。で天命の聖剣装備したところでエネパクしましょう。これでもう一生初動を止める、聖騎士は、聖騎士は一生初動止め、こうでこれでどう。さあこれで相手意外と動けないでしょ、罠伏せんのやめて、あ伏せんのね、伏せちゃうのね、未来であってほしいんだけど隕石とかきついよ。ああなるほど、ゴルガジェ召喚、ゴールドガジェットの効果を発動。さあイエローガジェットを特殊召喚、そしてイエローガジェットの効果、デッキからグリーンガジェットを手札に加えるぜ。さあレベル4が3体、レベル4が3体だけど、これ何出したらいいんだ、インが切断となったらマジでやばいよな、隕石だったらガチやべえこと起きるんだよな、隕石だったらマジで終わる人生が。
ジンゴアってやつか。これマイストローク出すしかないか。マイストローク出して裏側にするっていう選択肢を。これちょっとギアギガントクロス、いやでもギアギガントクロス、ちょっとね、こうかけます。これでどう。マイストロークでどう。マイストロで裏にして鮮明の制限剥がすっていう選択肢、これでどうすか。隕石されます。されない。来た、通った、来たぞ。いけるか。わあ、あるか。神ゲー、神ゲー起きた。さあお相手の方はフーム、ユーキ、デュエル、デュエル。あー、悪くはないが、悪くはないが良くもないみたいな感じですね。さあレッドガジェットからのイエローを持ってきて、さあ魔法トラップをガン伏せしてから遅延行為を、圧倒的遅延行為をしてエクシー召喚をしていくと。初手でね、エクシー召喚するためにはやっぱりゴールドかシルバーがないといけないんで、ちょっとそこは若干の混沌の場来た。出たカオスソルジャーデッキ。カオスソルジャー、まあ言うてはかなりあるんで大丈夫でしょう多分。さあカオスソルジャーを手札に加え、サンダードラゴン、おお、やばい、それは出た最強コンボ。サンダードラゴンを捨ててカオスフィールドになんかそのカウンターを貯めるっていう最強コンボすぎ、それ。これまあでもあと1個必要か、あと1個必要だからまだ大丈夫だな。儀式魔法をサーチできない、まだ大丈夫だ、耐える。でこれスキル何、これ持ってんのかい。いや持ってんのかい、持ってんのかい。これはこカナディアで寝かせれば、まあデモリッシャー、やばちょっとやっべ、あやっべ、対象取れねえって、これ自分にだもんな、清掃は自分にしか打てない。対象取れないってかなりやばいよこれ。あれこのデッキってさ、対象に取らないカードって入ってましたっけ。なんか俺の記憶によると入ってない。あ、クリボー、あこれもしかしてあれか、あなんかなんだっけ、挑戦士出すやつか、クリボー。え、これ挑戦士出すやつじゃね。え、これさ挑戦士さ、あサーチね、オッケー。待って、だってさ呼吸突でさ出されて積んでたんだからさ、このデッキ呼吸突抜けねえじゃねえかって話してたんだからさ、これさデモリッシャーカオスフィールドをかけるけど、はい、カオスフィールドをかけるけどで、カオスソルジャー出せるよね。そうだね、挑戦士カオスソルジャー。え、これってさ体勢引きつかれんの、デモリッシャーの体勢カラディア打てるようになってる、これもしかして神が起きてる。起きてない、これ引きつかれんの強っ、これ自分だもんな、やばい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 、死ぬ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 、打てないエレコン、これも対象取ってる、対象取ってる、対象取ってる。え、これどうやって突破すんの、無理では、どうやって突破するんでしょうか、誰か教えてください無理じゃん、無理じゃん、無理じゃん、ブックオフなのに本ねえじゃん、やべ、これ永遠にこれ600万とかされんの、俺辛すぎ、ワロタきつー、きつきつ侍なんだけど、やばすぎ、次世代の呼吸とステッキきたー強っ。